重要。かわいい。プリンセスの準備中です。プリンセス準備中です。楽しみね。なんかせっかく黄色いからベルみたいなのもいいなとか思ってました。え、待って、黄色なの？美女と野獣。え、ベル、私一番好きなプリンセスなんですよ。え、マジ？はい、そうなの。美女と野獣のなんか作品自体は結構好きな、はい、え、わかります。どんな気持ちですか今？ドキドキと不安。不安？ドレス着るの積極的じゃなかったから。ええー。いや、なんかね、私なんかじゃなくてもっと他の人にしてくださいみたいな。いやいや、みんな見たい。みんな見たいですよ。くるくる。くるくるなってる。かまち。若菜大先生。今どんなお気持ちですか？緊張してます、なんか。なんだろう。ドレス着るから緊張してるんだ。かわいい、かわいい。どんな気持ち今？今どんな気持ち？どんな気持ち？どんな気持ち？ドキドキ。ドキドキ。今どんな気持ち？緊張するね、でもね。何色だっけ？赤です。赤か、はい、わ、絶対似合うやつじゃん。自分のカラーにしようと思って。絶対似合うやつじゃん。かわちい。楽しみです。どうなるの髪の毛？髪の毛、うん、いろいろめっちゃ見てたんですけど、うん、結局決めきれずに、うん、お任せにしたんだ。どんなになるんだろう。雪バービーを楽しみに。超楽しみ。今のお気持ちは？なんかね、うん、一番なんかリアルだと思う、私のドレス姿が。あ、そう。親はきっと嘘じゃなければいいのにと思ってると思うよ。やばい、手ぶれ手ぶれ。いいでしょう。楽しみ。プリンセスにバービーに、うん、近づいてます今。ありがとうございます。プリンセスになるんだね。何色のあれですか、ドレス？内緒。え、なんで？じゃあ予想、ピンク。なんで？なんか違うのを着そう、今まで。なんて言うんだろう、ピンクのイメージない。ないね、うん、だからピンク。ピンクか。え、違うの？あ、内緒だって、みんな内緒だって。お楽しみだね。じゃあ正解は CM のあとだそうです。バイバイ。だそうです。バイバイ。すごい、やばい。かわいい。いい、伸びる伸びる伸びるの。バラ持つ、バラ持つ。バラ持つ、バラ持つ、いいね。みんなかわいいじゃん。なんか彼氏もちょっとちゃんとなんか、あ、親です。親ねえ、親腰に手当てないでほしい。親ってどうすんの？親見あるよ、親見。お姉ちゃん、私結婚する。なんか、あ、こうか。うん。あ、お母さんだ。おじいちゃん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 。そういうなんか今日ゲーム頑張るぞ。おいおいおい。ねえ、ねえ、そういうことしてるかな。ちゃんと可愛くしてね。素敵だよ、ユキバービー。あなたも素敵よ、ユキバービー。ありがとう。皆様、大変長らくお待たせいたしました。これより選手の入場です。はい、皆様お揃いでしょうか。というわけで今から紅白に分かれた両チームに
五番勝負を行っていただきます。イメージカラー、なかなか普段多分プライベートでドレス着るってなっても挑戦できないなって思ったので、はい、頑張るようにしてみました。一生ウェディングドレス今後着れないかもしれないから、ちょっとこの機会を配信にちょっと嬉しい気持ちです。今目に焼き付けた皆さんも目に焼き付けてください。そうですね、はい、ありがとうございます。いや一生で最後かも、やだ。新鮮味があるけどめちゃくちゃ似合ってると思うんですけど、色のチョイスの理由教えてください。これはみゆさんに相談しました。みゆさんが絶対青だよって言ってくれた、はい、選べなくて全部可愛くてで聞いて決めてもらいました来た瞬間感触どうですか、みゆさんありがとうみたいな気持ちになります。え、どうですか逆に皆さん。いや絶対可愛いって言うしかないです。皆さんが気に入ってもらったなら良かったですって感じですお姫様にしてもらえたので幸せです。イエーイ。選手からは美女と野獣のベルのようだっていう声が上がってましたけども、この色のチョイスの理由は何でしょう。あんまり良くない、これが可愛いなと思ったからです。スパイはありませんシンプルにもう見た瞬間にそうこれにしました。いやめちゃくちゃ美女と野獣のベルも好きですやっぱ赤と違った色で、そうですね、なんか赤はそうですね、なんか似合えない気がしたなんかまあいつもと違う色もいいかなって、うん、結構いろいろアクセサリーもいろいろあったと思うんですけど、髪飾り、はい、なんかポイントとかあったりします、どこか可愛いかなとか。キラ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 、ちょっと私を見ないでいいんで、このキラ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 とこのキラ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 を見てください。イエーイで聞きたいことがありますか。なんでこの色のチョイスやっぱ気になりますよね。あ、こちらのですか。余り物ですそれは嘘で、紺を着たかったんですけど、私は浴衣とかも全部そうなんですけど、背が高いから割とこう着れるやつと着れないやつとあるんですよ。なんで背高い人でも着れるドレスにして、なんとなくイメージにないこの色にしたんですけど、ちょっとカメラ、あなたのシャッターがうるさいんでちょっと映してもらっていいですか。もうこのバービーがずっと自前で三脚を持ってきてずっと撮って、このバービーが、この赤バービーが許さないガラスの靴が来てもあいつには履かせない。はい、こんなね素敵な機会にウェディングドレスを着させていただけてめちゃめちゃ嬉しいです。今日は一日、夜楽しみましょう。はい、お姫様にしてくださいって言ったらティアラを乗せていただきました。やった一生に一度なので、なんか目に焼き付けてください。はい、照れくさいんですけど、せっかくなので楽しみます。みんな楽しんでください。はい、私31歳一番リアルなウェディングドレスを着ております。日本初の、1歳学生を目指して、結婚活動を、ね、やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい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 、いけた、はいはい、いけそう。はい、じゃあ行きましょうか。行きましょう。よーい、スタート。小麦。小麦。お菓子。お菓子と、クッキー。違う。甘い。柔らかい。
食べる食べる食べる。残り10秒です。残り10秒分かってない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 分かった方これマフィーマフィーマフィーちょっと誰も見てしないよ。それでは参りましょう。違う切りにくい、はい、フランスパン食後違う食後、うん、食後ラスクじゃない違う惜しい食後洋風洋風銀座バケット惜しい甘いなんか似てますさっきのねカヌレカヌレ乳製品食後好き嫌い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 重ね重ねミルフィーユはい、一回戦は勝利ということでございます。頑張ってくださいね。まだ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 ありますから。はい、本田桃選手から歌っていただきましょう。曲は石川さゆりで津軽海峡冬景色です。歩いてどうぞ。
特製の美味しいもの召し上がっていただいて、また怪我しないように頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。ビジョンメッセージが届いているということなんで、じゃあそちらの方お願いします。貫いてくれる方だと思いますので、これからもずっと応援しております。登場特撮部もね、いろいろやりましょうね。そして、中島選手だけじゃなく、登場を見ているファンの皆さん、これからも中島翔子を見ていてくれ。バイエンデバー、あ、翔子おめでとう。11周年で12年目ということで、まあ、本当にいろいろありましたけど、まあ、本当板橋で中華料理屋も本当 3,4 人ぐらいしかいないところにでやって
ったりとかして、まあ、ちょっとリベンジするのはちょっとトラウマがあるんでね、あんまりあれですけど、でも今の私たちなら板橋の中華料理も埋められるんじゃないかなと思うので、はい、でも本当にあの東京女子で11周年を迎えることができて本当にすごく幸せです。これからもよろしくお願いします。はい、あのショートならぬショックをいただいてしまってちょっとオタク的にわーってなっちゃったんですけど、ありがとうございます。本当にあの本当に、試合をあの11周年記念の試合を組んでいただけるのもすごく私は感謝してますし、あのこうやって皆さんの前でわちゃわちゃはしゃいだりとかできるのもすごく楽しいし、それを本当皆さんが見守ってくださってっていうのもすごくありがたいなって私はすごく思ってます。そしてこんなサプライズまで本当嬉しいです。これからもめちゃくちゃ頑張っていきます。日本でも世界でも頑張って東京女子を大きくしていきますので、12年目もどうかよろしくお願いします。ありがとうございました。